コレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。さあ始まりました、チョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラということでね。はい。首見た。見た。ね。いや、面白かったっすよね。いやー。うわー、出てーと思ったな。なんか、まあ、ゴジラマイナスワンも、私も3回見に行って。うん。出てーと思ったな。いやー、やっぱ映画見に行かない人がやっぱ見に、たけしさんのやっぱ映画が好きで、久しぶりに映画が行きました、やっぱすごかった。木村さんが結構ね、キム兄がめちゃめちゃ美味しい役やられてるな。 いいなっていう、だからあんま言えないけど、結構芸人がちょくちょく出てくるじゃん。そうそうそう、もうあれでいいから。そう、出て本当に、いやだから本当に、あれ木村さんだっけ、直談判しに行ったみたいなね、そうね、噂で聞きますけれど、いや本当にうわと思、うわ直談判しとけよかったと思ったよ。なんかでも次もなんかあるらしい、なんか記事で読んだんだけど、それはで次もなんか言えば、そう言えば出れるんですかみたいな、誰かがそう言って、でじゃあみたいな言ったら、次はもうなんとなくもう決まってんだよなみたいな、なんか記事で読んだん。いやだからそのもうエキストラでいいや。そうそうそう、だから本当にもう別に、あれがそうじゃん、あのアウトレイジの時の高橋克典さんが、ああそうやな、ノーギャラで、もう、もう何でもいいから出させてくれっつってセリフ一つもないんだよね、ヒットマンで出てって降りてってパン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 だけだけど、それだけのめっちゃかっこよかったじゃん。いやー本当に滝さんの映画はちょっといいよなぁ。だあと何本撮られるかって話やん。そうだよね。でってなったら、いやーもうチャンスないよ。いや本当に、ね、チャンスないよ、もう本当に。で本当に出たい。だからあの絵をさ一回お願いしに行ったじゃん。はいはいはい、はい、あの丸見えかなんかで描いてた絵が俺らの絵描いてくれて、はい、で楽屋っていうか挨拶行って、すいませんあれですいませんバカなふりしてね、いただけたりしないですかって言ったら、こういうやるよって言ってくれて、であれデータもあるよなって言って、じゃあデータもやるよとか言ってくれて、とかって、で後から聞いたスタッフさん、あんなこと絶対ないですよ、だから頼んでみたら、いやそうなんですよ、一応結構俺ら気にかけていただいてる方だと思うんですよ。いやまだ絵描いてもいただけましたしね。そうそうそう、面白いって言ってくださって、だからちょっと行くっきゃないなと思ってる。いやこれ見ましたっつって、うん、次回作お願いします。いやマジで丸見えいける、丸見えいける、ちょっと早急、ちょっと丸見え、とにかく武さんに会いたいというので、ちょっともう、わああいうすげえいい映画見ると本当にちょっとでもいいから出てると思うね。ゴジラマイナスはもうな、多分山崎監督多分次も撮るみたいなこと言ってんのよ多分。で見てると思うよ。見てるのこれ、山崎監督は。これたけしさんはちょっと分かんないけど、5分ラジオ山崎監督、山崎監督は絶対見てる。見てるの、だってああいう人っていろんなコンテンツチェックしなきゃいけない人でしょ。いやチェックしてると思う。じゃあ見てる、山崎監督、山崎監督本当にもう本当にもうちょい役でいいんで、マジで出してほしいです本当に。僕はちょっとごめんなさい、主演じゃないとちょっとやる気はない。いやかましいこと言ってすごい。ぜひなんか機会あれば。いやもうだってさ、あれぐらいの監督だったらもう何年後とかも決まってるわけでしょ。いやそうでしょ、もう下手したらもう 何十っていう話もあるよね多分。もうさ、もう取り掛かってるよね、きっと次回作っていうのはもう絶対。まあその企画、そうそうそう、企画とかはもうだよね、もう撮影はまだあれだけど、その段階に行かないと。いやそうなのよ、本当に。で多分まあ山崎監督もさ、山崎監督の周りの方もいらっしゃると思います、そうですね、ぜひちょっとぜひその山田君、山田裕貴君からもちょっと言ってくれないかな、山田君は多分見てるはずなんだよな。とにかくあの、見たって言ったら DM でありがとうございますって来たから、ゴジラも。あ本当、なんか連絡先知ってる方絶対に言ってください。絶対お願いします、本当に、本当にもう出たいな、ちょい役で。やっぱり実写ね、ねえ実写の、はい、ただウォンカが、ウォンカがね、はい、
ウォンカとチョコレート工場の始まりがやります。私声やってますんで、はい、ぜひご覧ください。本当に本当に見てください。めちゃくちゃいいです本当に。